今日は朝からズッキーニの畑に来ています。収穫の時期が過ぎてズッキーニ自体はほとんどなっていません。雌花は受粉しても腐ってしまいますし、花もほとんどが雄花ばかりになってきました。高温になると収穫まで大きくなるのが難しいと言われています。今随分と高温になりましたので、その関係でズッキーニの収穫が少なくなったと思われます。ズッキーニの栽培で一番困りますのが、支柱を立てて折れないようにすることです。私も何度か挑戦しましたが、手間はかかりますし、途中で折れることも多かったので、今年はズッキーニ自体を最初から支柱を立てずに好きな方向に寝させることにしました。ただズッキーニは随分と成長しますので、畝幅は1m50を取りまして、ズッキーニとズッキーニの間の間隔は1m取りました。その結果ですけども、成功したと思われます。ほとんどのズッキーニが折れずに最後の時期を迎えることができました。収穫も結構できました。あともう一つがうどんこ病なんですけども、今現在うどんこ病は全然出ていません。畝の幅を広くしたのと、ズッキーニとズッキーニの間の1メートル置いたのも良かったと思います。ズッキーニの収穫は、例えばこのズッキーニを収穫したら、同時にこの葉っぱを落とす方もおいでますが、私は1、2枚残すようにしています。そしてできるだけ葉っぱは残さないようにしています。そうすることによってうどんこ病を出さずに済みました。来年もこの方法でやろうかなと思っています。収穫のハサミですけども、いろんなハサミを試してみましたが、今年からこのハサミを使ってみましたら、ズッキーニを傷めずに収穫することができました。これは今年初めてですけども、ズッキーニの種を取るために一個そのまま放置しています。これからまだまだ大きくなると思われます。どうなるかはわかりませんが、成功を願っているところです。雨天の時の花合わせですけども、雌花の中にたくさん水が溜まって受粉が失敗することが多いんですけども、私の場合雨天に受粉をするときにはいつものように花合わせをして、これは雄花なんですけども、実際するときは雌花の
一番下のところに雨がたまらないように雌花の花の一番下のところに少し穴を開けるようにしています。すると水がたまらないので受粉の成功率が高くなると思われます。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。